ではおはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なるほど、達成しない、穴が半分ぐらい開いてるように、半分ぐらい隠れて半分ぐらい開いてるようにしましょう。ふふふふふ、ふっ、短めに行きましょう。1、2、3、やっぱ音がすごい和風でいいなと思ってます。張り切ってやってます。せーの、クラクラする。何事も体がちゃんと覚えるというところまで持っていきたいと思います。はい、楽しいです。音をはしょりましょう。5、3、6、5。5、3、1、2。5、3、1、2。キュンっていうか丸いので、そういう風な感じの方が、あ、そっか、いいかもしれない。この篠笛の響きとか鳴りとか、なんかそういうものがこう体現するまでってすごく時間と練習が必要なんだなって改めて感じて、でも楽しみながらやっていきたいと思います。今日は割り箸です。これできますか。わかります。出た、嬉しい。難しい。すげえ楽しいです。音が出ると気持ちいいです。ああ、いいよね、今。出た出た出た。技術の習得は反復練習でしかつきませんので、はい、すごくよく吹ける人は反復練習をたくさんやった人なんです。ですから反復練習をなるべく心がけてください。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。本当にこれをこうみんなで奏でるとですね、これがなんか豊かなこう日本人って言いますか、ああこうやって生まれて嬉しいなっていうような気分にさせてもらいます。これからですね、みんなでまた素敵な音を奏でていけるようにさせていただきます。先生の篠笛を聞いてると、なんでしょうね、日本の深い文化とそれからDNA というのをすごく感じてて、そのことをまた私たちが自分たちで表現して、お届けしていくということに、この日本の、文化の本当に復興というのを感じます。とってもこれから楽しみです。狩野先生からもこう反復練習が大事だというふうに言われてますので、日々日々ですね練習をして、一日でも早くですね皆さんに篠笛とですね和太鼓の音色をこうお届けできるようにやっていきますので、この中小企業のですね会社の、メンバーが集まってもこんなすごいことができるんだということが皆さんにお届けできたらいいなというふうに思っております。一生懸命やってるのが私は本当に嬉しいですね。なんかできないんだけれども、音出ないんだけども、でも一生懸命頑張ってるっていう姿を見るのはやっぱりとても嬉しいし、で、ちょっとでも
私の本当魅力ですけどもお役に立っているのが、嬉しいなと、それも嬉しいなと思います。まあでも皆さんの目の色を見てると結構いいところまで行くんだろうなっていう感じは見えますので期待しています。頑張りましょう皆さん。篠笛チーム行くぞ、イエーイ。